コンカラーとは、第二次世界大戦後イギリス陸軍が開発、保有した重戦車である。名称のコンカラーは、時期通りだと、征服者、勝者を意味するが、イギリスでは、ウィリアム征服王を指す。第二次世界大戦中、A41 センチュリオンと並行して開発された A45 重戦車は、ドイツ国防軍のティーガー2重戦車に対抗するものであったが、 試作車の完成は戦後の1948年と大幅に遅れ、火力もセンチュリオンと同等であったため、翌年には開発中止となった。さらに A45 の設計を発展させた FV211 戦車も提案されたが、これもまた計画中止となった。その後冷戦が激しくなる中、ソビエト連邦軍の独立重戦車連隊に、 配備されたイズマイナス三十戦車の重装甲が主力戦車であるセンチュリオンの二十ポンド砲では打ち抜けないであろうと懸念されていた。このためイギリス陸軍は f v 二百十四の名で五十五口径百二十ミリメートル砲を搭載する重戦車の開発を決定した。不採用となった A45 a 四及び f v 二百一の設計をさらに発展させた f v 二百十四は 主力戦車であるセンチュリオンを火力支援する重戦車というコンセプトで開発が進められた。先に車体だけ完成した FV214 にセンチュリオンの砲塔を搭載した FV221 カーナーボンの試験を経て、本命の FV214 の試作車は1950年に完成した。しかし試験や改良に時間がかかり、 コンカラーマーク1と命名され量産に入った1955年頃には、ソ連軍は、イズマイナス3の発展型である T、T マイナス10重戦車の配備を行っていた上、重戦車のコンセプトそのものが、時代にそぐわなくなり、生産は改良型マーク2を含め3年後に180両で終了した。コンカラーは、敵重戦車を駆逐する支援戦車であり、これは、 対戦中のシャーマンファイアフライの任務に類似するものであった。このため、センチュリオン1個小隊につき1両、1個、戦車連隊あたりで9両が配備された。1956年に西ドイツ中流部隊に配備が開始され、ここではセンチュリオン2個小隊に対しコンカラー1個小隊にまとめて運用された。コンカラーはステレオ式側延期を大型の旋回式キューポラに、 搭載し、これは社長から報酬への標準オーバーライド、目標ハングオーバー機構を持つ、当時としてはトップレベルの射撃統制装置であった。120mm 砲の強力な攻撃力と重装甲の防御力を誇っていたが、オフロードでの機動力は劣っていた。さらにセンチュリオンが 105mm 砲を搭載するようになると火力面でも存在意義を失い、 1963年から、センチュリオンと共に、後継戦車である、チーフテンへの更新が始まり、コンカラーは1966年に、西ドイツ中流の戦車連隊での任務を解かれた。退役したコンカラーは射撃訓練の標的となるか、スクラップとして売却され、その姿を消した。現在、ボービントン戦車博物館にてレストアされ、稼働状態で予勢を送っている。 コンカラーが存在する。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUFV-215From the f v ナンバーリストハット HAT a b c d e a f f プロフィールナンバー三十38ありがとうございます。